こんにちは、タコリーマです。これからアドビマックスに行くということで成田空港に泊まりました。マックスの期間中 Vlog をお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。冷蔵庫状態。寒いんですよ。もうね、我々すっかり体調がおかしくなりました。毎年マックスは本当寒くて、僕らはもうめちゃめちゃこうやって着込んでるじゃないですか。はい、短パン T シャツで歩いてる人がいるから。感覚が違うんですね。それは本番も寒い。めっちゃ寒いっすよ。あ、寒いっすよ、寒いっすよ。だから上着はもう必ず。歩いてるんで大丈夫なんですよ。そうですね。じゃあ皆さん明日からマックス頑張りましょうね。はい。頑張りましょう。乾杯。乾杯。絡まり絡まりアメリカに来たら絡まりを食べます。日本にもありますけど、イカとフライってことですか？そうですね。なんかね、中国食べてうまいんだ。Thank you。 テリヤキチキン、ドッキンハラサラダ、ジャンバラヤ、バーベキューシュリー、ちょっとレアだね。わお。食べれなかった方がむっちゃ辛いのか。そんな言っても辛くないでしょ。そんな辛くないでしょ、いちいさん。全然大丈夫。全然大丈夫。ほらもう全然大丈夫。おや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 ほんまに辛い。ただ、辛いの好きな人は、すごいいい。